玄関の車寄せに取り付ける香料の製作も行われました。香料とは虹のように情報にやや反りを持たせた針です。最初に大まかな形を削り出した後、彫刻に入ります。香料の両端には若葉や渦の栄養が彫り込まれます。大まかな彫りが終わると細かい彫刻の作業へと移ります。熟練の職人さんの手によって絵用が滑らかに彫り込まれました。完成した香料は玄関の車寄せ部分に取り付けられました。香料は本丸御殿の玄関を美しく飾り、やがて訪れる人の目を楽しませてくれるでしょう。4月、土壁の材料となる荒壁土作りを行いました。荒壁土とは、土壁を作る上で最初に塗りつける土のことです。2種類の土とわらすさを混ぜていきます。次に水を足して練り混ぜます。この作業を水合わせと言います。混ぜ終わった荒壁土は土置き場に平らにならし、水を張って半年程度寝かせます。寝かせている間に混ぜ合わせたわらすさが土の中で腐敗して、壁土に必要な粘りが増すのです。これも先人の知恵なのです。9月、玄関の棟の左官工事が始まりました。最初の工程は土壁の下地となる骨組みを作る作業、小前掻きです。竹を細く割った小前竹を縦横に組み合わせ、縄で固定していきます。職人さんの指が器用に縄を捉え、小前竹が次々と組まれていきます。小前掻きが出来上がりました。いよいよ荒壁土を塗っていきます。土の粘りが竹に絡みつくようコテで丁寧にかつ手早く塗り込んでいきます。荒壁塗りが終わりました。塗り終えた壁はしばらく乾燥・養生させます。本丸御殿の壁はさらに数々の工程を経て完成に至ります。名古屋城本丸御殿の復元には4つの意義があります。この4つの意義を伝えるためにさまざまな催しを行っています。その一つとして名古屋開府400年の記念の年である平成22年に
期間を限定して工事途中の玄関内部のお披露目をしました。本丸御殿の復元の様子を見ようと多くの人々が訪れてくださいました。玄関の復元過程特別公開では、完成後には見ることができなくなる天井裏の骨組みや土壁の下地、床下の様子などを間近で見ていただきました。実際に壁にはめ込む予定の障壁画復元模写作品も展示しました。特別公開期間中、名古屋城本丸御殿復元への寄付を募集し、たくさんの方から寄付をいただきました。寄付をしてくださった方に、先着で復元工事の端材で作った木曽ヒノキのストラップをプレゼントしました。公開期間中の土日には、名古屋城内で記念イベントも行いました。普通はね、本丸御殿っていうのはほとんど住んどらんかったようですわ。これは本当の迎賓館みたいなところでね、かつて家康の旧なんで直系ですから、ね、テーマは見つける触れる名古屋文化エキスポ NC400。 二の丸広場を中心にトークショーやパフォーマンスなど多彩なイベントを繰り広げました。イズシャーザー人、人気の名古屋おもてなし武将隊もステージに駆けつけ、会場を盛り上げました。本丸御殿 PR ブースでは、これまでの復元工事の様子を写真で紹介。中津川市など関係自治体の協力で地域交流ブースも展開しました。期間限定で実施した特別公開は11日間で約3万7000人にご来場いただき、盛況のうちに終わりました。